経営と食べ物、心ほぐれるラジオ。この番組は合同会社ロータステーブルの提供でお送りいたします。合同会社ロータステーブル代表の小沼理沙が、食べ物という身近な話題から経営にこじつけながら、食べ物にまつわる小話、エピソード、雑談、経営の極意まで楽しくコミカルに語る、明日の企業経営に活かせるトーク番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第24回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。小沼理沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小沼さん。はい、今日はですね、サイコロは振ってきておりません。今日は小沼さん、あれじゃないですか、はい、今日、お友達からいいテーマをいただいたということをお話聞きまして。はい、あ、そうなんですよ、はい。聞いてくださってる方が、はい、取り上げてほしい食べ物があれば教えてくださいっていうふうに声をかけたらですね、結構いただきまして。はい、おー、何があったんですか？そう。はい、で、その中の一つで、麻婆豆腐。おー。麻婆豆腐です。麻婆豆腐。じゃあ。難しそうですね、麻婆豆腐。これはちょっと初めてじゃないですか、はい、自らで食べ物のお題を挙げて、それで自ら経営にこじつけるっていう新しい回じゃないですか。今日もしかして。そうですね、麻婆豆腐。麻婆豆腐難しいな。麻婆豆腐、麻婆豆腐は、はい、麻婆豆腐好きな人多いですよね、意外と。ああ、そうですね、僕好きですよ、麻婆豆腐。ああ、田村さんもなんか、はい、好きっておっしゃってましたね。美味しいお店知ってて、飯田橋のね、なんか近く、ええ、飯田橋駅の近くにあるんですよ。はい。そうなんですか。はい。麻婆麺、麻婆麺とか麻婆ご飯みたいな、麻婆の専門のお店なんですけど。麻婆の専門店ですか？はい。お昼行くとね、すごい混んでるんですよ。飯田橋と、九段下の間ぐらいなんですけど。そうなんですか。はい。麻婆、中華料理とかじゃなくて麻婆専門店。そうですね、はい。もうその麻婆麺と麻婆ご飯だけみたいな。めっちゃうまいです。現地の人というか、その本場の方がやってるとかなんですかね。厨房。回してる人は日本人なんですけど、もしかしたら味付けとかはそのね、オーナーさんが現地の人かもしれないですね。うん、そうなんですね。麻婆か。麻婆、私はね、はい、そこまでじゃないかもしれないですね。ちょっと。そうですね。すいません。ちょっと熱がちょっと、麻婆熱がちょっと、個人差がここでありますけれども。でも、麻婆豆腐は、やっぱ人気メニューで、中華店の支援なんかさせていただくときも、やっぱ麻婆豆腐が一番出るっていう。お話結構やっぱ聞くのでね。でも麻婆でしょ、はい、麻婆なんとかってメニューにすごく多いじゃないですか。麻婆茄子とか、麻婆春雨とかありますね。はい、多いですね。で、これ麻婆は結構独占欲強いですよね。じゃあどういうことですか、独占欲っていうのだから、茄子を麻婆食に染めてるわけでしょ、麻婆茄子って。はい。麻婆春雨だって、はい、春雨っていうね、ああいうシンプルで味がないものを、はい、麻婆一色にしてるわけじゃないですか。豆腐だってもう、豆腐だけじゃ、すごくシンプルな味だし、はい、ああ、これちょっとね、経営的には、はい経営的にはこれちょっと麻婆が結局その料理を全て権力を握っているっていう意味で言うと、はい、これ経営的にはね、ワンマン社長的なタイプだと思いますね、この麻婆さんは。なんか麻婆そんな好きじゃないから、すごい思いが強いですね、なんか。いや、嫌いじゃないですよ、はい、そんなに食べないっていうだけであって、決してそのような偏って見方はしてないんですけれども、ただ考えてみてよ、田村さん。麻婆茄子も麻婆春雨も、はい、麻婆豆腐も、はい、茄子とか春雨とか豆腐って、はいはい、比較的さ、はい、地味じゃない？ああ、確かにそうですね。それだけでなんか食べるっていうイメージないですね。ですよね。はい。だから麻婆頼みになっちゃってるわけですよ。麻婆豆腐とかは。はいはい。これは、経営で言うと、はい、一人指揮官の会社。はい、
ていうね、こうあのワンマン社長的なあの、はい、ものじゃないかなというふうに、こじつけてます。こじつけましたね。こじつけましたね。でもあれじゃないですか、ワンマン社長が今まで築き上げてきた力をやっぱ信じているのが、はい、その会社にとって僕はいいのかなと思うんですけど、やっぱそれはどうですか。あ、どうなんでしょうね、はい、あんまり私ねワンマン社長に出会うことがないんですけれども、はい、でもあのこれでもやっぱメリットデメリットありますよね。おお、と言いますと、なんかやっぱり一人が指揮を取ってやる会社さんって、はい、あのまあいい面としてはやっぱり経営判断とか意思決定とかが早いので、もうその人の言ってみれば権力で全部決まるっていうところで、はい、で鶴の一声じゃないですけど、それでこう事業って動くじゃないですか、はい、ああそうですね。だから責任も大きいと思うんですよね、すごく、はい、だからそういう意味で言うと、まあ、あのスピード感とかっていう意味で言うと、まあ、あのメリットかなと思うんだけれども、はいはい、新しい意見出てこなくなりますよね、きっと萎縮して、あその周りの人だから、そこはちょっとなんか離職者とかが多そうっていうイメージはありますけどね、はい、なんかどうですか、田村さんとかたくさん経営者の方とお会いすると思うんですけど、はいはい、そんな雰囲気の方とかいらっしゃいます？ワンマン社長、ああでもそうですね、でワンマン社長のような社長さんもいるんですけど、多分今まで自分自身がそういう経験がなかったからワンマンでやりたいって思う、強いのかなって思うこともあるんですよね、うん、あ逆にワンマン社長のところで働いてて、ずっとそういう風な自分の意見が貫き通せなくて、いざ独立してみてやっぱ自分の意見を貫き通したいみたいな、そういう過去の経験があるからやっちゃってるのかなっていうのもあるから、僕はそういう風にも考えたりするんですけど、ああそうか、ちょっとだからそういう割と一人指揮官的な会社でちょっとこう抑えつけられてしまっていたところもあって、自分の意見がなかなか通らないっていう経験の反動で自分がそういう風になってるっていうケースですか。もうこういうやりたい気持ちが爆発してるからやってる方もいるんじゃないかなって思ったりするんですよね。なるほど、はい、でも移行していくのってそういうことですね、大事ですよね。ワンマンだなっていうのを気づいて、こう従業員さんに振っていくっていうところもすごい大事だと思うんですけど、うん、ワンマン社長だって気づくって、はい、らしいと思うんですけど、自分自身がワンマン社長だってまず気づくことってどういうことが重要ですかね。でも気づかないんじゃないですか。ああどうなんだろう、はい、まあ一人自分がワンマン社長だって気づいたとしても、はい、それを変えようって思わない方が多いんじゃないかなって思いますね。あ、ただそうだ、でもちょっと聞いたことがあるのは、はい、気づいて良くないって もっといろんな人の声聞かなきゃいけないっていうふうに思った社長さんは、はい、一旦全部やめてもらったっていう人いましたね、その従業員の方に、まあ、小さい規模だったので、はい、本当にあの10人以下とかの規模の会社さんの社長さんがやっぱり自分を振り返ったのかわからないんですけれども、一旦全員あの仕事離れてっていうか、もう辞めてもらって、はい、それでゼロからもう一回作り直したっていう会社自体を、まあ組織ですよね、組織自体を。そう、辞めさせたっていうのはきっかけがあるんですか、なんかそういうそのまま辞めちゃってもいいのかなと思ったんですけど、多分なんか衝突起きたんでしょうね、いろいろスタッフ間で、あ、うん、それでやっぱりなかなか収集つかなくなったのかもしれないんですけれども、もう、はい、で一旦やっぱり終止符を打ったというか、多分そういう感じだったと思うんですよね。あ、なるほど。一つお聞きしたいことがあって、はい、こうワンマン社長で、いや仕事を従業員さんに振っていくとか、やっぱ自分のできることを従業員さんにもしていただくっていうことが、こう権限を移譲していくのが大事じゃないですか。その上でなんか重要なポイントってありますか。今までね、小沼さんも会社員経験とか長くあのマネージャーとかされてたじゃないですか。なんかありますか、はい、そういうところって工夫してることってあります。そうですね、はい、まあ、責任が取れる範囲っていうのを、まあ、自分の限界を知るってまず大事ですよね、はい、マネージャーとかになった人とかも、人の上に立った時に自分自身の限界点っていうのがどこにあるのかっていうのを
を知る。だからその部下の人たちがやってもらってやっていただいた後フォローするっていう仕事がマネージャーにはあるじゃないですか、いろいろ、はい、でその時にどこまでだったら自分がカバーできるのかとか、はい、もしこうなったら自分が出て行って最終的には収めていこうだとか、はい、まあ、そういうことも考えなきゃいけないんですよね、はい、その時に自分自身の能力の限界っていうんですかね、はい、それ知るのは結構大事なような気がしますね。ここまでが自分の限界なのかっていうのを知って、それを知りつつもマネジメントしていくみたいな。そうですね、なんかそれは普通の一社員の時は結局自分の限界点知らないし、知らなくてもその上の人がカバーしてくれたりとか謝ってくれたりとかするじゃないですか、はい、でもそれでいいわけですよね。やっぱり一社員って自分の持ってるものをまず最大限に生かすっていうことでいいと思ってるんですよ、私は。でもやっぱりだんだん上になってきて、人をまあ、チームをまとめたりとか、当然その経営者もそうですけれども、自分はどこまでできるのかっていうのをより深く知るっていうのはすごい大事な気がしますね。その辺を知っていくためには、なんか どういうきっかけでマネージャーさんたちって気づくんですか？なんか例えば疲れが出てしまうのかとか、自分の限界を知るコツって何かあるんですか？やっぱり行動に移せない時とか、頭に思い浮かんでるアイデアあっても、それを具体的に行動に起こす方法がわからないとか、そういう時はやっぱり何かが足りないんだろうなってやっぱ思いますよね。これをやろうと思って自分が実行できる時は、やっぱりそれに対して熟知がある程度できているからだと思うんですよね。でも、なんとなくぼんやり考えていて、なかなか一歩を踏み出せない時って、やっぱり何かが足りなくて、で、それは一つの限界点なのかなっていうふうに思ってますね。ああ、そういう限界知りつつ、こういかにこう従業員さんとうまくやっていくかっていうのが大事だなって思いましたね、今。そうですね、難しい質問ですけど、はい、田村さんはどうですか？自分の限界点ってどういうふうに、はい、捉えてっていうか、どういうふうに感じる、どういうふうなはい、ことで感じますか、自分の限界って。ああ、そうですね、確かに新しいことができないっていうところに限界を感じますね、うん、別に徹夜してでも、はい、何してでもその体はついていくと思うんですけど、その先に新しいなんかお客さんに付加価値が出るのかっていうところが出なくなった時に、うん、はい、自分とは、あ、ちょっと限界だな、ちょっと他の従業員さんの話聞かなきゃいけないなとか、うん、他の経営者の話聞かなきゃダメだなとか、は思うんじゃないかなっていうのを振り返って思いましたね。ああ、そうですね。なんか私もつい最近も相談してくる方って相談内容がすごく多岐にわたってくるじゃないですか。で、当然それ、全部知らないし、わからないので、調べてわかることは伝えますけれども、やっぱりそれでも突っ込んだ内容だとわからないと。それを、やっぱりちゃんとわからないことわからないってはっきり言うとかですね。なんかそういうのも大事ですよね。自分の限界を意識していくのって。めちゃくちゃ大事ですね。ありがとうございます、はい、結構時間が近づいてきたんで、さあどうね、麻婆豆腐っていうリクエストいただきましたけど、最後まとめをしていきたいと思うんですけど、これ、はい、どうしましょうこれ。だから今の話としては、はい、麻婆豆腐っていうのは、麻婆なんとかっていうメニューは全部麻婆頼みだと、うん、で麻婆が権力を握ってる料理っていうところから、それはワンマン社長的な発想というかね、そういうものに近いっていう話があったわけですよね。そうですね。これはでも麻婆、でも麻婆はね、やっぱ変わらないですよ。麻婆は変わらない。どういうことですか？麻婆変わらない。まあ、だって麻婆は確固たる地位を築いてるわけですから、はい、麻婆専門店がね、はい、あるように。ありますね。だから麻婆を変えることはできません。っていう味をワンマン社長を変えることはできません。ワンマン社長を変えることは相当な至難の業であるということですね、はい、ですからそこの下で働くっていう場合にはですね、これ相当の、覚悟、決意がなければ難しいじゃないでしょうかね。今小沼さん話されたようにワンマン社長の特性を知りながらどう対応していくかっていうのを今お話しいただいたので、はい、そうですね、
ありがとうございます。さすが田村さん、まとめていただいて。いやいや、その通りです。はい、ねえ、リスナーさんもまた何かテーマいただければ、このように小沼さんこじつけていただけますので、ぜひとも送っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃ今日もありがとうございました。ありがとうございました。